皆さんどうもこんにちは。ドラゴンクエスト8やっていきます。今回は先に進めようと思うんですけど、その前に泉に行こうかなっていう。どこだったかな、なんか動画撮ってない時にちょっとやってったら、あの宿屋でまた語りかけてきたことがあるんだよね、ミーティアが。夢の中でね。うん、はい。やっぱちょっと進むごとにセリフ変わるのかな。あ、急、いきなり喋り出すやん。来てくれて、ここに来てくれてありがとうとかじゃなくて。あのね、今日はエイトにとっても嬉しい報告があります。なんだと思う？実はつい先日、ミーティアは18歳になりました。そうなんや。マジか、まだ15、5、6歳ぐらいだと思ってた。スケーも大人だね。でもせっかくの誕生日のお夕食は雑草でした。ていうか、今人間の食べ物食べらんないのかな？どうなんだろう。エイトがお城に来た時からミーティアと同い年で、あ、同い年か。8歳だったからもう知り合って10年ぐらい経つのね。すごい、幼馴染みたいなもんじゃん。両親のいないあなたがお城に住み込みで働くようになり、とうとうこの絵編にまでなって。でもね、本当はミーティアがお父様に頼んでエイトをこの絵編にしてもらったんだよ。え？この絵編になれば、エイトと一緒にいられる時間が今までよりも増えると思ったから。次の誕生日はミーティアが人間の姿で迎えられるように頑張ってね。このエイトさん、命令よ。かわいいな。もうめっちゃ好きじゃん、エイトのこと。もう大好きじゃん、これ。じゃあもう一回話せる。お腹いっぱいとかあるんや。了解です。じゃあ、今回は、さらに北に行くんだったな。あ、なんか今日花火やってんのかもしれない。めっちゃどんどん行っててびっくりした今、外は。あ、大丈夫かな。大丈夫かなっていうか、大丈夫だけどさ、音が気になって。ああ、怖かった。ついさっき、大きな黒犬がものすごい速さでこのトンネルを駆け抜けていったんです。危うく鼻飛ばされるとこでした。赤い瞳をだんだんと輝かせて、あれは絶対普通じゃありませんよ。そういえばあの犬、口に何か棒切れのようなものを加えてたな。オッケーオッケー、通ったんだな、ここ。なんか言うかな。今までのことから考えると、暗黒神は賢者の血筋のものを感知する力を持っているみたいだな。まったく便利で羨ましいぜ。俺も美女や儲け話を感知する力が欲しいもんだよ。この先にあのレオパルトって犬が逃げていったって言うなら追わなくちゃだけど、この寒さの中外に出ていくのはかなり勇気がいるわね。私もっと厚着してくればよかったわ。本当だよね。大丈夫なの？ヤンガスは。一番露出高いけど。持病の神経痛が悪化しそうじゃ。まったくなんでわしがこんな苦労。ボツボツ。話によると何でもこの先は雪国だそうでガス。実は足、雪って見たことねえんでげすよ。ああ、そんなわけで雪国に行けるのが楽しみでしょうがないんでガス。おお、ワクワクしてきたぜ。沖縄に住んでる人って雪見たことないって言うんだけどさ。やっぱそうなのかな？で、私、専門学生の時に沖縄出身の同級生っていうか友達がいて、初めて、その、大分の学校に通ってたんだけど、その、スケーって言ってたもんな。雪見た時。写真撮ってたもんね。雪だーって。
うぅ、こりゃまたなんという寒さじゃ。じゃが、あの杖をなんとかせねば元の姿に戻れないのじゃからな。我慢我慢。そう、みんな寒いから。さあ、ボケボケ、ボケボケで何ボケボケしとらんで先に進むぞ。でもめっちゃ綺麗じゃない？すげえ寒そうだけど。っていうかマジでみんなさ、軽装すぎるよね。大丈夫かよ。エグ来てくれるかな？バームで。これすごくない？これマイクめっちゃ音拾って気がする。てか BGM な。BGM ない？そういうとこなん、ここ。静か、エリアが切り替わったのか。みんな寒そう。なんでわしがこんな寒い思いをせねばならんのだ。これもすべてドルマゲス。いや、やつはもう死んだか。にゃ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 。レオパルドに文句言ってるわ。ボツクさん、うっせえな。こっちだって寒さに気が立ってんだ。ちったら黙ってるよ。なんじゃと？別に何の迷惑がかかるわけでもなし、わしが何を言うとわしの勝手じゃ。他人にどうこう言われる筋合いはないわい。あー、終わった、体の立つ。わしは先に行くぞ。ダメだって、吹雪いてはぐれちゃうよ。視界悪くなってはぐれちゃいそうじゃん、こんな。うわ、なだれ？うわぁ、やば、これ、みんなはぐれちゃうとか？大丈夫？うわぁ、セントバーナードえ、どこの犬？てか、どこの家？わ、みんなほら、はぐれちゃったんじゃないの？すごいな、尻尾でドア閉めて。人間みてえな犬だな。え、ちょ、まあ、誰もいないじゃん、仲間。あ、仲間は連れてない。やべ、なんてこと、地図は見れない。あ、室内にも、室内に雪積もってるってことは違った。袋やった。え、あったかそう。ちょっと待って、やばい。花火の音が。あ、やったね、メダル。毒消し草。毒薬草。しかし。上上がるか。あ、なんだ、みんないたじゃん、よかった。はぐれたんかと思った。なんだ、なんだ。ミーティアも無事かな？おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんか。目覚めなさったか。うん、顔色もいいし、どうやら体に異常はないようですな。ようこそ我が家へ。わしはメディという、この山小屋に暮らすしがないや、クス氏のばあさんですじゃ。もうすぐ、あんたの分の薬湯ができるから待っててくだされ。薬湯かな？ができるから待っててくだされ。飲むと体が温まりますからな。ありゃ、優しそうだね。お前たちが雪崩に飲み込まれた後、わしはこの山小屋を見つけ、大慌てで助けを求めたのじゃ。なのにそこがばあさんの一人暮らしの家だと分かった時には正直もうダメかと諦めかけたな。失礼なこと。しかし運の良いことにそこで寝とる犬は雪の中から人を見つけ出す名人、いや名犬じゃった。おかげで全員を掘り出し無事ここまで運んでくることができたというわけじゃ。すべてはこの山小屋を見つけ助けを求めたわしの起点のおかげじゃな。感謝すればよいぞ。ありがとう王様。あと、ワンちゃんもばあちゃんもありがとうだな。この薬湯に入っているハーブは、
ぬうくそーって言って体を温め、寒さに強くなる効果がある。ちょっと辛いけど、なかなかいけるわよ。エイトもおばあさんからもらったら？ていうか本とかあるじゃん。その後の賢者。七賢者の一人、大学者カッティードは、暗黒神との戦いの後、故郷である雪国へと帰っていた。伝承によると、故郷へ戻った彼は、暗黒神との戦いのすべてを後世に伝えることを志したという。もしカッティードの残した何らかの資料が見つかれば、それは歴史的発見となるであろう。じゃあ、そのカッティードの血筋の人が雪国にいるのかな？最高の防寒具。賢者の農具は、ある赤い草を魔法の水に溶かした染料で染め上げることができるという。こうして赤く染まったローブは、どんな吹雪も、ものともしない非常に優れた防寒具になるのだそうだ。魔法の水、赤い草、なんだろう。赤い草ってなんだ。そこに寝そべってる犬。バフって言うんだが、そいつが俺たちを雪の中から掘り出してくれたんだそうだ。バフ。まったく大した犬だな。どこかの自称王様よりよほど頼りになると思わないか？うん。こら、エイト！お前は自分の主公に対して何を言いよるか。でも、実際、この犬は賢いと思うで。まったくそのバフを呼んできてやったのは誰だと思っとんのじゃ。でもバフがすごいのに変わりはないから。な。かわいいね。いや、バフバフしてえな。バフを、バフの体に顔を埋めてバフバフしたい。兄貴、お体の方は大丈夫なんですかい？兄貴だけいつまで経っても目を覚まさないから心配してたんでなすよ。ここは、あそこにいるばあさんが一人で暮らしている山小屋でげす。ちょうど、雪崩が起こった場所から近かったんで、吹雪が収まるまで、厄介になることにしたんでがすよ。さあ、あんたは暖炉の前の席にお座りなされ。今、薬湯を持っていきますからな。ちょっとやだな。さすがに花火の音動画にあるのやだな。私、あんまり環境音を配信とか動画に載せるの好きじゃないんだよね。ゲームの音、それとも、ルナさんの環境の音、それとも、うちかしらみたいな。さあ、飲んでくだされ。このヌークソの薬湯さえ飲んでおけば、雪国の寒さも気にならなくなりますぞ。園でのおっちゃんかわいいな。なんかにっこりしてる。おばあちゃんもやけど。なだれから助けてもらい、一夜の宿を貸してもらい、何か何まで世話になりますの。それにしてもばあさんもこんな怪しいのが助けを求めてきたのによく信用する気になったもんだよな。いや、ちょっと待って、あんた。あんたほんとさ、マジでエイトに対してはなんとかでギスガス言うけどさ、おいちゃんに対してはこんな山賊口調なんやな、マジで。あ、いい、同じこと言っとる。山賊クズデーがあって。貴様にだけ怪しいのとか言われたくないぞ。確かに変わった姿の人だと思いましたがね。この年になると人の容姿など気にならなくなりますな。ま、こんな人のいない雪山で困っている人がいれば、相手が誰でも助けますわい。優しい。そういえばどうしておばあさんは山奥に一人で暮らしてるんですか？この家の裏手には古い遺跡がありましてな。先祖代々わしの家系はそれを守りしてきたのですじゃ。おや。あ、てか賢者の本があったぐらいだから、この人がもしかして。しかしその役目もわしの代で終わることになるでしょうな。後を継ぐ者もおりませんでの。そうなんですか。でも役目とはいえ、一人暮らしはご苦労も多いでしょう。いやいや、気楽なもんですわい。子供の時から慣れ親しんだ土地だし、苦労など感じたことはないですじゃ。それに、時にはこうして雪山に迷った人が訪ねてくれるので、寂しくもありませんしな。
ところでメリーさん、実はそのことで一つ聞きたいことがあるんだよ。俺たちは大きな黒犬がこの雪国の方へ逃げてきたという噂を聞きつけて追ってきたんだ。もしかしたら奴はこの近くを通ったかもしれない。何か心当たりはないもんかな？はて、大きな犬といえばうちのバフくらいしか思い当たりませんの。お役に立てず申し訳ない。しかし探し物なら人の多いところで聞き込みされるのが良いでしょうな。この山を下って北へ向かうとオークニスなる町がありますのじゃ。犬探しはそこでしてはどうですかな？なるほど、通りじゃな。よし、エイトよ、次はその町へ向かうことにするぞ。ほっほっほ、起きの早いことで、いずれにしても、まずこの吹雪が止みませんとな。さて、夜も更けてきましたし、そろそろ休まれてはどうですじゃ。明日の朝には吹雪も止むでしょうから、オークニスへは、明朝へ向かわれるがよろしかろう。うん、メディ殿の言う通りじゃな。よし、今日のところはお言葉に甘えて休むことにしよう。オークニスは山を下って北へ向かったところですからな。道中気をつけてくだされ。おお、そうじゃった。ん、ミティア姫、姫は無事か？指は寒くなかったか？寒そうだよね、ほんと。それと皆さん申し訳ありませんが、一つ頼まれてくれませんかな？オークニスに行ってグラッドという男に会ったらこれを渡してほしいのですじゃ。メディの袋。なんだ。グラッドはおそらくわしと同じクスシをしているはずですじゃ。くれぐれも頼みましたぞ。さあ、それではいよいよオークニスに向かうぞ。いざ出発。元気やな。なんかわいい、みんな。エイトのなんか控えめな会釈いいな。どれどれ。あー、なるほど。え、なんか雪だるまのイラストない？北の街のとこ。かわいいね。どこだ？逆？逆だ。何が出るんだこの辺。なんかいろいろ出た。ブリザードと、あ、スノーエイプって言うんだ。初めて見たかも。あと、イバナドラゴンの色違いか。樹氷の竜。すげえ。ほんと、マジで雪ステージみたいな感じのが出てきたな。ダメベギラゴンとかしようかな。火に弱そう。うわ。おぉ、イオラか。お、いいね、いいね。うわ、鳴き声怖っ。あ、なるほどね。火炎切りとかも聞きやすかったりするかな。できらぼ。あ、なんかもったいないかもこれ。あー、先に倒してくれた。まあまあ、じゃあいいわ。一体しかいないけど。ダメできらぼ。おお、めっちゃ効く。すげえ、一回しか貯めてないのに。おい、よしよしよし。こっちでいいのか。オッケー、こっちで先に西の方行ったとこ行ってみようかな。北に行くんじゃなくて、こっちか。なんかいるんじゃないか。あ、宝箱だー。へ
あ、初めてかな。いや、持ってたか、持ってたけど、まあ使ったことはないか、まだ。え、やばい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 、来た来た来た、いや、おいおいおい、これ仲間にできるやつ？あ、ちょっと待って、おい、邪魔すんじゃねえよ。こっちもびっくりしたよ。ちょっと逃げよう。じゃあ私、キラーマシーン来たんだよ。これ絶対仲間になるやつじゃん。ロビン？ロビンだー。機械兵ロビン？来たー。これマジで組み合わせとか関係なしに普通にパーティーに入れたやつ。やっぱかっこいいし強いし最高だよね、キラーマシーンって。ほんと鳥山先生のデザインするメカがめっちゃ好きなんだよな私、メカなんだけどちょっと丸みを帯びて可愛い感じなんだよな。ドラゴンボールとかでさ、表紙で悟空とか扉絵か、扉絵とかでさ、キャラクターが機械に乗ってたりするじゃない、バイクみたいなの。ああいうのめっちゃ好きなんだよ。そろそろ打っていいかな。何言うと、ライデンでいいか。いてぇ、やっぱ強えわ、このレーザーのさ、全体攻撃だしさ。強、マジで。ベホマラ強。いい回復力。フライ、おぉ、え、こいつ、あ、体力多くね？モンサ銀貨。やったー。うわー、素晴らしいね、このバランスが。え、誰と入れ替えるかな？いや、でも、団吉の方は能力。あ、まあ、守備と素早さはあれか。誰と入れ替えようかな、マジでも。ちょっとスカール、どこかな。また宝箱あった。お、あ、ハヤテのリング。星降る腕は作れんじゃね？ハヤテのリング2つとかじゃなかったっけ？何やったっけな。そう、これセレクトボタンで見れたんだよね。こういうのがいろいろと。データがね。すごいよね、もう。こんな風に記録されてんだって。装飾品。星降る腕は。あ、とても貴重なものっていうのがちょっとわかんないな。誤解だったらすまんが、電源をつきっぱなしに寝たり。いや、なんでもないぞ、忘れてくれ。え、これ本当に。え、すごくね？私マジでちょっとつけっぱなしにしちゃうことがあるんだよな。え、わかってんの？それ。え、怖っ。ドラクエってさ、境界じゃないとセーブできないじゃない。なんかどうしてもセーブできないところで区切りつけてしまって、続きはちょっとこれやってからもう一回やろうって思って。すげえ、わかってんのかこれ。すっご。峠のおっちゃん何でも見通しじゃん。あ、うわ、ただの動物か。羊ちゃん。羊ちゃんだね。何も何もない。あ、またこいつだ。ダメ、ライディ。え、あ、なんか岩石投げみたいな感じか。え、なんなんこの茨の攻撃。かわしてるけどさ、当たったらやばいやつかな。うん、やばいやつ来た。やばいやつ来たね。
な、こういうコンボ持ったやつ系ってさ、通行出やすいのかな。いやー、火力高いね。あれ、これもう開けてないか。お、聖銀のレイピア。これクックル用っぽいな。教会で清められた銀で作ったレイピア。わ、強っ！強いけど、窓の実の剣ちょっと前に買ったばっかし。まあ、いいか。なんか、ラリホーマーかラリホーかわかんないけど、使いたい時に使ってくれよ。たまーに使ってくれるんだよな、窓の実の剣振りかざしたっつって。え？すっごいめっちゃ綺麗じゃない？このアーチ。なんか幻みたい。実際作ってる、なんかのさ、テーマパークのさ、イルミネーションみたいじゃない？めっちゃ綺麗なんやけど。すごいね。やでやで、ようやくオークニスについたようじゃな。それにしても、ヌークソの効能は大したものじゃ。雪道を歩いていてもちっとも寒くならんわい。これなら、外に行っても苦にはならんな。うん、わしはいつも通り、街の外で待っていることにしよう。あ、確かにそうだ。すまんな、おいちゃん。え、なんか犬いるし、魔物出たし。魔女だし。綺麗。な、ミッチレディのやつ。綺麗だね。ビビラモン。お、溜めてるわ。でも大丈夫。このタイプマジでおっぱいすごい揺れるよね。ぽよぽよぽよんってプリンとかゼリーみたいにすごいんだけど。おー、すごっ、でかダメージ。なんだこのワンちゃん。な、これ入り口待ちの、なんかあんまり開けてない感じなんや。え、どういう入り口なのこれ。すごいな。おいおい、こんなところで寝てると風邪ひくぞ。だいたいあんたなんでこうそんな薄着？誰？ほんとだ。